は松田聖子かな、トーヤカオです。よろしくお願いします。本当にこちらサンライズカフェさんにはまるっと1年ぶりにお邪魔しております。で、手帳ひっくり返してみたんですけどね、去年確かライブやったなと思ってみたら去年の11月15日だったんですよ。去年の第3土曜日でした。その時にね、もうこの歌を歌ってたし、それまでちょっとねご縁があって何回か寄せていただいてたんですけども、でその、去年の11月15日にこちらで寄せていただいた時に、陽子さんが初めてここのライブにね、ライブというかサンライズカフェさんに来ていただいたという、すごくご縁があって、それがきっかけでこの虹色昭和ライブみたいなのがね始まったというようにお聞きしているので、まあ縁をつないだのかしらと思いながらね、まあいろんなご縁ってね本当にいいなと思うんですけれども、で、その11月15日に去年やるまでに何回か寄せていただく機会があってね、でそのたびにこの今の洗濯の歌を歌ってたんですよ。でそしたらね、マスターがちょっと耳に留めていただいてね、トヤさん、トヤさん、洗濯の歌の次は掃除機の歌を歌ってよって言っていただいたんですよ。で、そう言っていただいたんでね、分かりました、マスター、今度来る時には掃除機の歌作ってきますよって言って帰って、でその次の月に寄せていただいた時にはどうしても間に合わなくって、ほうきの出てくる歌を歌って帰ったんですけどもね、でその次に寄せていただいた時には、掃除機の歌できましたよって言って持ってきたので、今日はその歌も歌おうと思います。タイトルはね、真夜中の掃除機と言います。Yeah.
じけて星になる。星になったため息は君の肩に降り注ぐ。吸い込め吸い込め、ポンと涙がこぼれ出す。シリーズの中から2曲、歌わせていただきましたので、次はちょっとね、生活から離れたっていうか、まあ、生活の歌シリーズではないところから一つ、させていただこうかな。猫を放つという歌。私じゃない、
あなた